明日死ぬかのように生きよ。永遠に生きるかのように学べ。困っていると知りながら助けを求められるのを待っている人間は、助けを断るのと同じくらい冷酷である。生を必する者は死し、死を必する者は行く。仕事は探してやるものだ。自分が作り出すものだ。与えられた仕事だけをやるのは雑定だ。泣き言で人生が開けるか、語ってどうする。いくら語っても状況は何も変わらない。我々は皆真理のために戦っている。だから孤独なのだ。寂しいのだ。しかしだから強くなれるのだ。人生は短い。だから友よ、から騒ぎしたり争ったりする暇なんてないんだ。垣根は相手が作っているのではなく、自分が作っている。もうこれで満足だという時は、すなわち衰える時である。内部の守りを固めずに外部を攻めるのは愚策である。終着点は重要じゃない。旅の途中でどれだけ楽しいことをやり遂げているかが大事なんだ。今を戦えない者に次や未来を語る資格はない。脳の特性とは関係なく、イライラしている場合は自分の問題に戻さないで完全に人のせいにしているのが原因です。万事焦ることはない。ゆっくりやればいつかことはなる。大きな山に登ってみると、人はたださらに登るべきたくさんの山があることを見出す。偉大な意志の力なしに偉大な才能などというものはない。何かを始めるのは怖いことではない。怖いのは何も始めないことだ。偏見を持つな。相手が幕臣であろうと乞食であろうと、教えを受けるべき人間なら俺は受けるわい。明日は、明日こそはと人は人生を慰める。この明日が彼を墓場に送り込むその日まで。他人のために戦えない者は決して自分自身のために
満足に戦えない。自分ですぐ自分を許せる人間は大した仕事をやらない。努力したものが全て報われるとは限らん。しかし成功した者は皆すべからく努力しておる。物事を見事にやることだよ。もう一回それを見るためならお金だって払うと言われるくらい見事にね。何でもいいからまずやってみる。それだけなんだよ。誰かがやるはずだった。自分がその誰かになりたかった。恋に落ちている時ほど苦痛に対して無防備であることはない。つまらん意地を張って優しい仲間を失うことは美しい宝石をなくすよりも悲しいことだよ。戦いは一日早ければ一日の利益がある。まず飛び出すことだ。思案はそれからでいい。昔景気の良かったものは復興を主張し、今景気の良いものは現状維持を主張し、まだ景気の良くないものは革新を主張する。不運は人物を作り、幸運は怪物を作る。永遠に生きるつもりで夢を抱け。今日死ぬつもりで生きろ。できると思えばできる、できないと思えばできない。これは揺るぎない絶対的な法則である。言葉は心の使いである。言葉によってその人が善か悪か、才能があるかないか、豪遊か臆病か、利口か愚かか、遅いか早いか、正直か正直でないか、そうしたことがすぐにわかるものだ。いわゆる天賦の才に恵まれていると思ったことはないわ。仕事を心から愛して最善を尽くしただけよ。一回の、まあいいや、によって、運をつかみ損ねて、勝てないかもしれない。僕はそれが嫌なんです。あなた方は、進歩し続けない限りは、逮捕していることになるのです。目的を高く掲げなさい。もし木を切り倒すのに6時間与えられたら、私は最初の4時間を斧を研ぐのに費やすだろう。